手取り20万ボーナスなしで1年で160万貯めた節約お姉さんういういです。私は一人暮らしをしている、年収300万低収入工場勤務の25歳です。節約が好きで、節約のためならあの手この手と日々節約生活を送っていて、貯金は25歳で700万達成しました。私のような低収入でも貯金できる節約術や節約生活を発信しています。はい、ということで今日は25歳ブラック工場勤務の給料明細を公開していきたいと思います。イエーイ。で、なんで国立大理系卒なのにブラック工場勤務かっていうと、簡単に言うとシンプルに就活に失敗しました。給料明細と一緒にボーナスがどれくらいとか年間休日のことについても話してます。はい、で最速ね紹介していきたいと思います。まず基本給、職能給がこんな感じですね。で、資格手当が1500円あります。これは去年資格取ったのでつきました。で、ありがたいことにウイウイの会社は住宅手当が半額補助あります。ツイッターかなんかで知ったんですけど、工場勤務って意外と社宅とか寮とか福利厚生が充実してるところはなんか結構ちらほらあるみたいです。あ、でよく聞かれるんですけど、ウイは派遣とかじゃなくて普通に正社員です。で、時間外手当っていうのは残業のことですね。これは今月は15分しか残業しなかったのでこうなりました。ウイは今のところ3年目っていうこともあって、あんまり残業はしなくてもいい立ち位置にいるのでこんな感じなんですけど、ウイウイの先輩とかベテランの先輩方になると残業時間60時間70時間人によっては100超える人はいますね。50から80時間がゴロゴロいるので、うちの会社がブラックだと取引先の会社から言われてる理由やと思います。そのウイウイも残業が先輩方みたいになるんだろうなって思うので怯える毎日です。で、まあこれらの税金が引かれるっていう感じですね。親睦会費っていうのはうちの会社はあるんですけど、毎月2000円も強制的に引かれます。これはほぼ毎月休日にある強制参加の社内イベントのお金にされます。飲み会とかよくわからないイベントとかです。1年目の時はウイウイは今の会社が1年目なので、まあちょっと最初えっと思ったんですけどまあこれが普通なのかなって思ってたんですよ。でも周りの知り合いとか友達とかお互いの会社のことを話してるうちに、休日に社内イベントがあるとか飲み会があるとか給料から引かれる親睦会制度みたいなのがあるっていうのを周りに言ったらすごい驚かれて、周りからうちの会社がちょっと周りと変わってるんだなっていうのに気づき始めました。で、税金と親睦会費が引かれて手取りは195,945円です。大体に月20万くらいが多くて、残業今回ほぼゼロに近かったんで19万とかでしたね。20万切っちゃいました。で、ボーナスどれくらいもらえるかなんですけど、ウイこの前動画でボーナス出なかったって言ったんですけど、ボーナス出たんですよね。7月に出ました。世間では6月が普通だと思うんですけど、うちの会社は1ヶ月遅れで出るっていうね。でも全然少ないです。確か18万とかだった気がします。普通なら 2,3 ヶ月分ぐらい給料は出るはずなんですけどね。で、年間休日はうちの会社は100日とかです。これは結構やばいです。今から新卒で就職活動しようと思ってる人は120日以上のところを選んだ方がいいです。こういうの会社は祝日も出勤で、土曜出勤も年間で 4,5 日ぐらいあって、プラス忙しい時は休日出勤で、振り替え休日もウイウイ取ったことなくて、まあ、それプラス休日の社内イベントもプラスしたら大体100日とかですねいいで。なので休みが少なすぎて動画上げるのが必死で、最低週1は出したいから会社の休憩時間に台本考えたり編集したり、家帰って撮影して編集して、朝起きて編集して、休日も撮影して、たまにご飯食べるのも忘れて撮影して編集してってやってますじゃないとシンプルに週1で出せなくて、だからもうちょっと休みが欲しいですね。よく
転職しないんですかって聞かれるんですけど、その話は長くなりそうなので、またね一本の動画にしようと思います。はい、ということで今日は国立大理系卒25歳工場勤務のお給料明細でした。いかがだったでしょうか。今日の動画が皆さんの参考になったら嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。バイビー。